クルーズ客船日本丸は夕刻の4時30分屋久島の宮の浦港を出港します。遠くに見える平たい島は18キロ離れた種子島の島影です。口永良部島、宮の浦、種子島を結ぶ長栄のフェリー太陽が入港します。口永良部島へは1時間35分、種子島の島間港へは1時間5分で1日8便が運航しています。このあと船は北上し、日向灘を経て豊後水道へと向かいます。翌朝から瀬戸内海各地をゆっくり遊覧し、20時間かけて愛媛県の新居浜に到着します。